ルビン火山と、まあ、2日間にわたって2試合できたというのは、我々にとってはロシア人の体格のいい相手という意味ではすごくタフなゲームをできたという意味ではすごくいいゲームになったと思います。この遠征の狙いは実は2つあって、1つはそのロシア人を相手に戦ったりということで自分たちのチームの成熟を図るという部分、それからやはり彼らの 目先の勝利ではなくて今後の日本を、日本代表になって自分たちがワールドカップに出るんだという貴重な体験をさせてもらっていますという意味では、その両取り、完全ではないですけども彼らがトライしてくれたおかげで両取りに近い形を獲得できたんじゃないかななんて思ってます。実は最初は自分たちが目標としている代表選手や代表チームがそこにあることで興奮が先に出てしまってですね、テンションが高くなるだけのような傾向が出たんですけれども、だんだんと自分のパフォーマンスとかピッチの上での振る舞いなんかにちょっとずつ変わってきた部分がありますね。各自差はあれども将来必ずやここにという思いがちょっとずつ出てきてるんじゃないかななんて思います。我々は各クラブや所属チームで活躍している選手を集めて代表チームという短い期間でチームを作っていくんですけども、これには日本全国でこれまで育ててきてくださった指導者の方やチームの方々の力によって今代表チームとして活動してきています。そうやって日本全体で育成をしてきた、育成強化をしてきた形がこの間セネガルを相手に、そして第一戦のコロンビアを相手に A 代表チームがすごく発揮をしてくれてると思うんですよね。日本人としてこんなサッカーをやろうというふうにジャパンズウェイとよく言いますけど、目指している形が世界でこうやって実際に力として発揮できるというのは、私もそうですし選手たちももっともっと自分たちのサッカーを信じることが大きくなってきている、そういうふうなワールドカップになっていると思います。フィジカルというふうに言うと実際にはぶつかり合いだったりスピードだったり高さだったりというふうに皆さんおっしゃることが多いかと思うんですけども、実は持久力では完全に上回ってましたよね、日本の選手が。それから短い距離のすばしっこい動き、敏捷性なども上回っている。実際にフィジカルいろんな要素ありますけども全然フィジカル弱いんだなんて卑下をすることがないと。そして自分たちでしっかりボールを動かして相手を崩すということは日本らしさ、日本の良さというもので相手チームを上回っているということは非常に勇気づけられますね。10月にインドネシアにおいて来年ポーランドで行われる U20 のワールドカップの予選、最終予選があるんですけれども、皆さんが育ててくださった選手たちを私はまとめて必ずやワールドカップに出れるように努力したいと思っています。そしてこのような機会を与えてくださったことでですね、本当に選手たちさまざまな刺激を受けていますので、そういった感謝を忘れずにまたこれからもチーム力強化に努めていきたいと思います。